愛姫で新しい時代を作る一人になる今日の星予報、愛姫です。この番組は毎朝7時から今日の星予報とこれから大きく変化していく新しい時代を自分らしく幸せに生きるためのヒントをお伝えする番組です。4月23日火曜日、皆さんおはようございます。今日はですね、ちょっと久しぶりに動画をシェアしたいなと思うんですけれども、今日の動画は生命史研究家の中村恵子さんの、インタビューかなの、動画を、シェアさせていただきたいと思います。人間とは何か、40億年前の細胞から続く壮大な物語ということで、こう私たち人間のこの DNA をですね、こうずっと遡っていくとですね、この細胞というものが初めて、できた、そこにねたどり着くっていうね、ところから、まあ、この、動画のインタビュー始まるんですけれども、こう私たちは日本人っていうのはそもそもそういうこうつながりですよね、命と命とのつながりっていうのを多分こう自然とそういうふうにこう思考がなってたんじゃないかなと思うんですよ。一旦その思考になるとですね、こうもう全てのものはこうつながってるし循環してるしっていうのが、もう世界がそういうふうにねこう見え始めるんですけれども、そこに至るまでが結構もうそういうことを忘れて人間が生きてしまっているので、なかなかこう簡単なようで簡単じゃないのかなっていうのは最近すごく感じるんですよね。で、私はこの15年の間にこの歴史を研究しながら、実は私の歴史っていうのはそこにたどり着くためだったんじゃないかなと思うんですよね。この全ての原点ですよね、その原点のところに立ち戻るっていうね、それを歴史を通じて、まあ、やってきたんじゃないかなっていうふうに思うんですね。なのでこの全てのものがつながっててるからこその自然の見方っていうのがこうできるようになったのかなっていうふうに思うんですけれども、こういろんな人の話を聞いてるとですね、やっぱり難しいんだろうなっていう、それが思考の問題なので、こう多分スイッチが一つこう変わるとですね、もう簡単にそういう風に見え始めるんだと思うんですけど、このスイッチが変わるっていうのがなかなか変わらないんじゃないかなって思うんですよね。例えば藤の花ですよね。藤の花ってこう山に行くとですね、いろんな木に巻きついてるじゃないですか、藤の花って。で、あれって昔は何とも思わなかったんですよね。別に藤の花がこう山の中でね、いろんな木に巻きついてるなっていう、多分それを気にも留めなかったと思うんですよ、昔だったらね。なんだけど最近はあの山の中をこう車で走ってる時に、いろんなところに藤が巻きついてこう花を咲かせてるのを見ると、私はなんかねすごい怖くなるんですよね。何が怖くなるかというとですね、こう藤原氏がなぜ藤原という名前で藤の花が、家紋になっているのかって考えると、あの藤の花そのものなんだと思うんですよ。なのであの山の中のあちこちにあの藤の花が咲いていて、しかもこう山の木に巻きついて、しかもその巻きついた側の木が枯れちゃったりしてるんですよね、たまにね。もうああいうのを見るとですね、この藤原氏のこの執念というか執着というかですね、もうその気持ちがもう藤から伝わるっていうのかな。なので
私の中ではすごく藤が怖いっていうね、そういう、藤を見るといつもそういうふうに思うんですけれども、これって多分普通の人は藤を見て怖いって思わないですよね。なんだけど、その藤っていうものを自分に当てて、それ藤が自分と同じだというふうに、もしくはああなりたいと思ったその古代の人たちの価値観みたいなのを今の人たちっていうのは多分理解できないと思うんですよね。ただあれが好きとかこれが好きとかではないんですよね。なのでそういう意味でですね、この神話を読み解くっていうのは、その当時の人たちの価値観とか思考とかね、こう考え方、またはこの大事にしている価値観ですよね、それが読み解くことができるっていうふうに、私がいつも言っていることなんですけれども、なのでこの今日の動画はね、そういう意味で全てのものはつながっているという、私たち人間がこれからどういうふうにこの生きていったらいいのかっていうのをですね、またこの、中村恵子さんの視点でお話ししてくださっていますのでね、もし気になる方いましたらね、見ていただけたらなっていうふうに思います。はい、それでは今日の星予報です。今日の月は昨日に引き続き天秤座です。そして夜中ね、夜遅く、明け方に近いぐらいかな、にはね、サソリ座へ月が移動して、明日の朝満月を迎えます。月はまだ天秤座にいますが、もう満月のエネルギーが近くなってきました。今回の満月で一番私たちに影響を与えてくるのが冥王星との T スクエアだと思います。この冥王星と月と太陽ねの T スクエアだと思います。サソリ座に入ってはいませんが、月と冥王星は少しずつこの90度にね、今日は近くなってきます。自分の主張と相手の気持ち、自分の意見を強引に押し付けるとトラブルになるし、かといって自分を偽るっていうこともね、偽る必要もないんじゃないかと思います。さっきご紹介した動画の最後の部分で、言ってたのがすごくね、今日のこのエネルギーに、いいヒントになるなっていうふうに思ったんですけれども、道はねそれぞれ違っていい、道はみんな一緒でなくてもねいいんですね、全ては同じでなくてもいい。今までこうみんなが同じじゃないといけない、みんなが同じ方向に行かないといけない、私たちはそういうふうに多分教えられてきたんですよね。なんだけれども、これからの時代は道はみんな一緒でなくてもいい、全てが同じでなくてもいい、そういう時代になるんじゃないかなと思います。それがまさに風の時代ですね。また共感できる人とつながっていくので、全く価値観の合わない人とは接点がね、だんだんなくなっていくのかもしれないです。しかし全て自分勝手にしてもいいわけでもないし、これまで以上にもっと大きな世界、地球全体のことを逆に考えて生きることが大事だと思っています。なので人間同士のね、価値観の合わない人っていうのはだんだん多分接点っていうのはなくなってくるんですよね。なんだけれども、その人たちがいなければいいっていうわけではなくて、自分は自分のその価値観を大事にして、同じ価値観の人とつながっていくけれども、他の価値観の人は他の価値観の人で、その自分とは違うけれども、認めてあげるっていうことが大事になってくるのかなと。なので接点はないけれども、もっと大きな世界、地球全体のことを考えて、私たち人間はどう生きるかっていうことを、これからは考えていかないといけない時代になるんじゃないかなというふうに思います。人間だけではなくて、人間以外の命のことを考える、そうやってこれまでの価値、古い価値は終わりにして、新しい価値が生まれて浸透していくのが、これからの時代じゃないかと思います。
これを聞いてくださっている皆さんは、ぜひ新しい価値を作る一人になってほしいなと思います。私自身がですね、この世界に新たな価値を生み出して浸透させていきたいなっていうふうに思っていて、今、まさにね、その、準備をしているところなんですけれども、人間も地球の一部に戻ること、何もしなくても人間も地球の一部なんですけれども、人間はそれを自覚しないと人間の好きにしてしまうと思うんですね。なので満月を前に、ぜひ皆さんには調和とは何なのかっていうことをもう一度考えてほしいなっていうふうに思います。何でも合わすことや、ただ同調すればいいわけではない、ないんですね。和を持つということは、合わす、相手に合わすっていうことではないんです。それが調和ではないんですね。なので私たち日本人はね、このね、こう聖徳太子のこの和をもって騎士となすっていうね、この意味を多分履き違えてると思うんですよね。なんで私たちはもっと一人一人が成長しないといけない、そしてその成長した上でこの和を持つっていうことを多分考えていく必要がある。なのでまずは一人一人がちゃんと自分の価値を自分で認めて、そして自分自身のその何が、自分自身がどういう人なのかっていうのを認めて、その上でこう多様性ですよね、こうお互いがお互いをこう認め合う、何もこう一緒にしなくてもいいので、この相手をこう攻撃したりとか、こう相手をこう排除したりとかね、いじめたりとかね、まあ、そういうことはしないっていうね、こう自分は自分だけれども、他の人もその他の人の価値観がある、もうそこにいい悪いは多分ないんだと思うんですよね。もうその人の進化の過程で、まあ、どうすることもできないっていうか、その人にとっては今のそれがベストなんだと思うんですよね。ただそれがずっと続くと、その人もどこかでね、すっごい嫌な思いをしないといけない時が、まあ、来るんじゃないかなと思うんですけれども、まあ、それまではね、もうしょうがないんじゃないかなっていうふうに思います。私たちがね、この和を持つとか合わすっていうことが、それが調和ではないっていうね、その意味を理解できた時に、本当に地球と共存していけるんじゃないかなっていうふうに思います。はい、それでは今日もね、最後まで聞いていただいてありがとうございます。明日は星読み座談会があります。明日はですね、まあ新月、5月8日の、新月のお話と、そして、5月15日、獅子座の上限の月のお話、そして今回はですね、5月3日から冥王星の逆行がスタートします。この冥王星の逆行はもう一度ね、ヤギ座に戻っていくんですね。なのでやり残したこと、もう一回冥王星はこの根こそぎ根底から今までの古いものをですね、こう炙り出して、どん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 こう、消していくっていうね、まあそういう作業をこれからしていくんじゃないかなっていうふうに思いますが、この逆行中のね、私たちの冥王星からのメッセージを、今回、明日ですね、星読み座談会でお話しさせていただきたいなと思います。それでは今日も一日、素敵な一日になりますように。いってらっしゃい。